こんにちは。本日はですね、スパット360と言われる商品の施工から実際の効果まで皆さんにご覧いただきたいと思います。スパット360という商品はですね、ウィンドウ撥水コーティングということで、本日未施工と施工のガラスというのを用意いたしました。こちらですね、水をかけますと未施工の状態というのは不規則な水の流れしておりますが、こちらスパット360を施工したコーティングは雨粒がコロコロっと転がっているというのがお分かりいただけると思います。本日はですね、こちらの未施工の方から実際作業の方法をお伝えしたいと思います。まず最初にこちら規則な水の流れというのがございますので、この流れをきれいに均一化させるためにガラス表面に乗っております汚れや油膜というのをコンパウンドを用いて除去いたします。こちらですね、しっかりと磨きを入れることによって水の流れというのは一定になります。でそしてですね、その後一度きれいにコンパウンドを拭き取りを行います。でその後ですね、このガラス面についております水気をきれいに除去するために専用のプライマーを用いて拭き取りを行っていきます。こちらですね、プライマーを使うことによってこのガラス表面の水が全てですね揮発しているのはお分かりいただけるかなと思います。そして揮発が完了し、このガラス面に水気がなくなった状態にスカット360の液剤を使っていくのですが、今回このスカット360はですね、2種類の瓶を使用してこの2つの溶剤を1つにまとめて施工をいたします。では実際に塗り込みを行っていきます。水気のなくなったこちらですね、ガラス表面に溶剤をくまなく塗っていきます。この際はですね、塗り漏れ、塗りかすれのないように全ての箇所を丁寧に塗り込みを行っていきます。そして塗り込みを行った後、約10分間の乾燥を行った後、拭き取りを行い完了となります。最後に水を流しながら終了となりますので、お願いいたします。こういった形でですね、しっかりと水気が発生しているのがお分かりいただけると思います。今回のこのスカット360はですね、手間暇のかかった商品となっておりますので、ぜひご購入のほどよろしくお願いいたします。本日はですね、貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございました。